湯冷めしないうちに早く寝ましょう。今夜は熱帯夜ですって。でも私と同じ部屋にいればきっと涼しくてよく眠れますわ。そりゃ雪女がいや涼しいだろうな。涼しすぎて凍え死ぬのがオチだよ。なあ雪目くん、やっぱり君が人間と暮らすなんて無理だよ。なんとかその山の神とやらを説得しよう。そして君は山に帰って。雪目くん、休み。